競輪荘雑影書生に示す広瀬丹荘。言うことをやめよう他郷、苦心おしと同胞共あり、おのずから愛親しむ歳費暁にいずれば霜雪の如し、君は川柳を組め、我は滝木を拾わん。はい、世界に誇れる、あれなんかすごい、あ、すいません、世界に誇れる日本のミュージシャンを紹介する音楽番組、ミュージックシェア、司会の本田道夫です。よろしくお願いします。で、まず最初にですね、もういきなり、原沢豊くんの詩吟から始めさせていただいております。はい、ありがとうございますちょっと緊張してて、いや、もうすごい緊張してました実はで、今日はですね、まあ最後の放送ということもあって、豪華スタジオ1階のね、レッドブルの豪華スタジオからお届けしております。では早速なんですが、今日はそのせっかくこんだけ豪華なんだし、はい、向こう側のコントロールルームの方がまたすごいかっこいいんですよね。なので、原沢くんと一緒にあちらの方に移動しておしゃべりをしていきたいと思います。すごいね、これ新しいね、斬新お待たせいたしました、監督。失礼します。さあ、間に合ってますでしょうか。あ、じゃあお三方とも、マイクを持っていただいて、すいません、いきなりちょっとなんかもうお呼び立てしまして、すいません。いいの、小林、健二さんと勝人さん、はい、小林兄弟監督と、はい、今日の主役一組目の主役、監督の前でそんな原沢豊くんです。よろしくお願いします。ではお座りください。失礼します。いや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 、本当すごいいい声ですね。いや、本当ですか、うん、いや、でもやっぱちょっとやってた甲斐があるというか、やっててよかったです、詩吟を。そう、詩吟をやってた、そのなんていうか、なぜ始めたかっていう話はちょっと後にして、はい、まずはなんでこの監督が来てるのかっていうことなんですけれどもなんかまあ私とその原沢くんが知り合うきっかけになった、のが、そのね、監督が鴨鍋連れてってもらって、そうですね、鴨鍋に連れてってもらって、それで、なんで原沢くん呼んだんでしたっけか。ですね、ケンちゃんが呼んだん、ね、僕が呼んだんです、ちょうど食事してる時にね、はい、池内満作さんっていう俳優さんと、はい、まあ、ちょっと我々のね映画にもご出演いただいて、はい、フローレンスは眠る、はい、そうです、そうです、舞台挨拶があって、 でそれの舞台挨拶の、まあ、打ち上げというかなんかで、そうです、連れてっていただいて、はい、で彼がまあちょうど今上京してね、まあ、これから彼のプロフィールあるんですけども、はい、いい刺激になるかなということもありまして、うん、まあ、詩吟を今ねご披露しましたけど、はい、今彼は俳優さんを志してますから、はい、俳優座の、そうです、そうです、研究生、ね、研究生なんですよね。研究生で一応今1年生で今基礎を学んでる状態です。なかなか大変だとさっき嘆いていたけども、自分にすごい元の読解力が全然ないので、もうついていけないって、そうなんですね、必死で必死で
でも楽しいです、すごい。でその、まあ、原沢くんと、はい、ケンジ監督が出会ったっていうのは、はい、あれっていうか最初にそのなんか鍋に来たのよりも前に2人の出会いの方を話した方がいいですよね。そうですね、うん、そうですね、うん、なんで原沢くんが東京に来ることになったのかっていうことですよね。まずこれね、いつかな、2年ぐらい前かな。そうです ね、 ね、うん、たまたま僕は山口県の下関が、はい、ふるさとでして、はい、でまあ、たまたまちょっと仕事の関係で、はい、まあ、兄はその時ね、僕はいなかったね、いなかったんですよ ね、うん、でまあ、春先ぐらいかな、2年ぐらい前の ね、 そうですね、ちょっと地元の人たちと食事で、地元の安森っていうね、はい、有名な焼肉屋さんがあるんです、はい、でそこで地元の方と食事をしてたんですね、はい、そしたらものすごくね、まあ、彼が当時高校生ですね、高校3年の春ぐらいか、そうですね、ウエーターをやってましてね、はい、でもう食事するってものすごく感じいいわけですよ。まあね、声は大きいしね、なんて言うんでしょう、じゃあもう一杯もらっちゃおうかなみたいなあるじゃないですか。で焼肉は美味しいし、うん、愛想がいいし元気はいいしね、僕惚れちゃって、まあ、ナンパじゃないですけどぶっと声かけたんですね、はいはい、君ってさいいよねみたいなただそれだけです。でその時に会長、うん、君柔道やってるよねって言ったんですよ僕、うん、柔道やってそうだよねって。そうです、うん、あんまりにも体がいいんでね、うん、まあ、地元の高校生って言うと分かったんですけど、うん、そうで、まあ、何回か配膳来るうちに、うん、柔道やってんのって聞いたんですよ。へえ、なんかそう分かったんですか、なんか雰囲気で。なんか雰囲気的に、うん、半袖じゃないですか、焼肉屋さんって、はい、結構暑いですね、もりもりしてるし、うん、ハキハキしてるしね。あで、まあ、たまたま柔道やって、柔道かなんかやってんじゃないのなんていうのがきっかけだった、ね、そうですね。へえ、なんで分かったんですかっていう話から、うん、お前なんか急にな ん, だろう、なんて言われたんだろう、なんか夢を、夢あるかみたいな感じで聞かれたんです急に、まあ、いや緊張よくあるパターンですよね元気なやっぱ若い人見るとね、夢なんか将来何になりたいのみたいなことを聞いたんですよね、うんうんうん、で僕はもう当然もしかしたらそういう格闘技の方とか目指されてるのかなと思ったんですけどね、うん、僕は最初躊躇したんですけど、なんか言おうかなみたいな、うじうじしてたんですけど、実は役者になりたいんですって言った瞬間にシーンってなったんですよシーンってなって、もうその時には、はい、その本当に役者になろうと決めてて。そうですね、僕 中学校3年生の頃から、やっぱ映画関係の仕事したいなとかずっと思ってて。そうなんだ。そんでケンジさんが監督が来られた時は監督だって気づいてた。いや全く分からなくて、全く言ってないな。あ、そうなんだ、はい、職員してただの客だったんで、ね、でその役者になりたいんですって言った監督が、うん、ちょっと悩んで、うん、俺の顔見て俺映画監督なんだって言われてすごい。でなんかもう僕もびっくりしちゃって、うん、びっくりするよね。でも監督もその時すごい丁寧に、うん、なんかいやでもこういうのもよくあるから信じれないかもしれないけどって言って紙にバーっていろいろ解説すると、うん、はい、要は彼は下関、山口県下関の当時高校3年の春ですよね、はい、で、まあ、なんで僕が連絡先を教えたかっていうと、うん、彼がいや今度東京行くんですよって言うんですよ、うんうんうん、夏休みに、はい、高校の夏休み2日か3日使ってね、うん、でも切符も買っちゃってると、はい、あそうなんだと、うん、やっぱ俳優目指すから高校出たら、うん、東京一回も来たことないんですよ、うん、誰も身寄りもいないんですよ知り合いもいないんですよ。で東京行くんだみたいな、なんか昔のドラマみたいじゃないですか、すごいお前暑いねみたいな、何にも身寄りなくて東京に来んのと、あてもなくとにかくアルバイトした。昭和っぽいっすよね。そうです、要は貯めたお金でね、うん、要は自分で、うん、貯めたお金で2日から3日夏休みに東京見物に行って、はい、高校出たら役者になりたいんだみたいなこと言うから不安じゃないですか、うん、めちゃめちゃ不安になる。東京ってジャングルだよって君みたいなのがバクって食べられちゃうんだからやめなさいみたいなことを言いつつも分かったと、うん、で僕はその何かあったら、うん、僕のこういうところに連絡しなさいって渡したんで、個人情報をもうブワーって書いてくれて、それでも僕確かその日東京に行くときにお前、うん、泊まるとこはどうするんだって言われたときに、はい、野宿ですみたいな本当に野宿するつもりだったの？本当に野宿するつもりだったんですよ。高校夏休み一人で東京に行って、うん、まあなんとかなるだろうと思って野宿するつもりで、うん、切符だけ買って3泊4日ので、そのたまたまその安森で監督と出会って、うん、で泊まるとこどうするんだ、いや野宿ですって言ったら、ふざけるな東京舐めてんのかって言われて舐めてるよ
危険だよ。でももう連絡しろって言ってくれて、でも僕も連絡して、でも事務所の方に泊まらせていただいて、あの三茶 の夏休みに、はい、それからはもう自由に、うん、ただ結構暴言野郎なんで、うん、昭和型の、うん、どこでも突っ込んでいくわけですよ。行動力がすごいんでね。だから下北とか、はいはいはい、ああいう劇団とかいっぱいあるじゃないですか、うん、勝手に飛び込んでってわけのわかんないことになっちゃ嫌じゃないですか。嫌ですね。だから一応は自由にね、それも好きにやっていいんだけども、うん、何があったかはまだ未成年だし、うん、呼んじゃったではないんだけども責任感じちゃうじゃないですかね、うん、そうですね、3日間ね止めてもらって、それでまあその時はもう自分で全部、まあ、宿だけ借りたみたいな感じで、その監督から、それでまあ不動産とか全部自分で選びに行って、うん、でその日にまあで地元帰って、うん、そこからお金貯めて、うん、で免許取って、でまた上京したっていう。でそれで、ね、まず監督に電話して、うん、東京来ましたはぁですよね、はぁですよね、うん、僕はその夏休みの時に兄貴もね、彼まあいいと、はいはい、ただまず高校はちゃんと出なさいと、うんね、で車の免許は取りなさいと、うん、でお金をしっかり貯めること、うん、やっぱり自分のお金でやった方がいいと、うん、全部やってですね、急にそのだからいつだ、1年2年前の春か3月20日に僕急に電話してくるんですよ。へえ、どうしたのって言ったら出てきちゃいましたはあ出てきたってお前どうしたって、もう家も借りちゃいましたみたいな。それは相談しなかったの、借りる時とか。なんか夏来た時に、うん、全部自分が、あ、自分で探して不動産屋の名刺もらって、うん、自分の地元から、契約したみたいですね。アポ取ってばって。そうなんだ、うん、でも貯金もじゃあずっともうしてたの。100万貯めたの。100万貯めて高校でバイトしてそうですね、すごいね。それでまあ上京してきたみたいな。へえ。親にはもう私は知らんよって言われたんで、母ちゃんが私は知らんからねみたいな、いいもん、うん、自分でやるもんって言ってそっか。そお母さんと監督は会ったことあるんですか。兄貴会ったじゃん。えどこだ、ね、あれどこだったっけ。会ってねえわ。お姉ちゃんに会った。ごめんなさい、お姉さんに会いました。あ、お姉ちゃんに会った。お母さんにはお会いしたことないですね。手紙がなんか、あ、手紙がね届いた。結局だんだんだんそういう風に巻き込まれていくでやっぱり責任感じるし、一応はうん、まあ、まだ未成年だし高校卒業したてだしね、うん、そうですよね。東京っていう場所はやっぱりね、うん、音楽やるにしても ね、 そうですね、ミュージシャンやりたいとか、うん、俳優やりたい、モデルね、うん、いろんな人がいるし、もう、ね、悪い大人もいっぱいいますよ。悪い大人もいっぱいいるんだよ、俺たち悪くないよそりゃそうだそうですね。いや本当いい、うん、いいタイミングですごいね。いだから僕は俳座に入る1年前ずっと東京にいたんですけど、うん、そこでも会長にお世話に、うん、会長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 視聴者の方ね、申し訳ないです。だいたいね、僕のこと会長監督っていうんです、監督なんですけど、はい、ちょっと会社の立場上会長にね、だからダメでしょ、監督監督監督でしょ、検事監督でしょ、検事監督すいません気をつけようと思ってたね。そうですね、ケンジ監督と、まあ、勝人監督にもずっとお世話になってて、その1年間いろいろ学ばせてもらって、社会のルーレットっていうんですかね、その社会のなんていうんですかね、道なんていうんですかね、社会の社会なんて、なんて言うんだろう、なんでもう普通に働かせていただいてたんで、その常識だったり、うん、そういうのも教えてもらったんで、すごい社会のルールを、社会、あ、そう、社会のルールルーレットって何ルーレット、もうちょっとどうしよう、恥ずかしい。だから大体僕はそういうね、まあ、実務的というか、うん、普通に社会で生きていくことをまずゆっくり身につけた方がいい。であとはそういう映画の話とか演劇の話とか、やっぱり僕よりも深く兄貴は大学時代から演劇もやってたし、うん、ね、兄貴が結構いろいろね教えてたね。そうですね、でもなんて言うんだろう、その役者さんに合わせてくれてたり、あ、そうしてくれたんですね。池内さんにもね、そうです、あ、そのね、鴨鍋の時に、はい、そうですね、それでまあ呼んだんですあ、なるほど、そう、なんかごめんね、監督のその映画のことの内容っていうか、ちょっとせっかくなんか視聴者の方がどんな映画作ってる人なんだろうって多分気になると思うので、勝人さんぜひ映画の説明を寝てますか、はい、まあ今年のね、もう暮れますけども3月に一応
東京有楽町の日劇で一応封切りをして、はい、あのサスペンス映画なんですけども作ったのは、まあ、今回もねあの、まあ、新人の男性女性出て藤本涼君と桜井由紀さんという方に出ていただきましたが、はい、あと周りをねそれこそ山本岳さんや前田銀さん、はい、山本陽子さんとかそしてまあ、あの池内万作さんにも非常に大きな役でやっていただいて弟役で東美樹さんそうそうそうとんでもないキャスティングをしたんですけども、はい、まあそういう映画をね作らせていただいて一応今まだちょこちょこ ね、うん、自主上映自主映画のもんですからこの間京都の方にもまた行かれて、ね、藤本涼さんの、はいうんはい故郷でね、地元でね、はいはいはい、やらせていただいて、うんまあ、そのような映画を、まあ、兄弟2人で作っております。そうですね、はい、なんか自主制作というかですよね。こんだけ、ね、豪華な前田銀さんとか山本岳さんとか山本陽子さんとか出られているのに、はい、もうかかわらずその自主制作という、うんはい、なんかインディーズチックな感じ で、はいですね、だけどそ、ねまあ、そのインディーズ映画とはちょっと言えないぐらいのねなんか、うんあの豪華キャストなんですけれども、まあ、果敢なチャレンジですよね、うん、バカだねやっちゃったねもう戻れない爆死爆死地雷踏んだ感じ原さん君には言うんですよ、うん、見習うなとこういうこといやでも本当にかっこいいですあ映画見ましたよね見ましたもん、うん、すごい3回4回いっぱい見ましたもん、うん、ごますっても出さないで監督から見てその原沢くんは将来的にやっぱりあの映画に自分の作品に出ていただきたいっていうかもらえたらなみたいなってあるんですか、うん、兄貴どうまだでしょうねな、はい、頑張ろうな頑張りますでまあそう元に戻っていくんですけども、はい、その、まあ、鴨鍋を食べてた時に原沢くんが来て、はい、それでその、まあ、詩吟をやってるんだっていう話になんでなったのかちょっと私うろ覚えなんですけど、あのね、僕らが聞いたんだよね、一回ね、兄貴が聞いたの、僕ら自分の映画の宣伝のために自分たちで劇場行ってチラシ配りをやってるんですね、はい、でその時ね結構こいつがね手伝ってくれたんですよ、自分はね映画出てるわけじゃないんだけど僕もやらせてくださいってくれてね、はい、自ら一生懸命こうチラシを巻いてくれたんですね、うん、でその行く車中だよね、うん、なんか雑談の中で原さんはなんか、まあ、柔道以外なんかやってたのって言ったら僕詩吟やってたんですって言われて詩吟詩吟詩吟って詩吟あの詩吟みたいなあの詩吟ですとそれで盛り上がっちゃって、はい、車の中でいきなり歌ったんですよ、ちょっと歌ってみろって吟じてみろみたいな吟じてみろと僕どこでも歌うんでそしたらねなかなかあ確かにねあの昨日今日始めたもんじゃなくて、あ長屋でやってんだなってのが分かったもんで、うん、それで、まあ、話のネタに万作さんとね道夫さんがいらした時にこっちやってるんですよって話になったんですよ。あそういうことの流れかそうです。それでなんかなんで詩吟始めたのって言ってね。そうですね、うん、もうでも詩吟始めたきっかけは本当に柔道、兄弟僕3人いて、うん、僕姉ちゃん兄ちゃんいて柔道やってて、それで柔道のつながりで詩吟を始めたんですよ。柔道の先生が詩吟をやってて、柔道の先生がその詩吟をやりたいと、うんうんうん、だから、まあ、柔道の生徒何人か来てくれって言って、まあ、10人ぐらい集まって、うん、でみんなでやり始めたんですけど、結構なんか年々重ねていくごとに削られていくんです人数が、まあ、1人で2人減って2人減ってまあね、ピアノのレッスンとかもブームでみんなピアノを習い始めて徐々に減っていくみたいな。でも兄も柔道忙しくなって中学校になったらやめてみたいな、で姉もやめて、で僕中学校になったらなぜか生徒が僕一人というやめるにやめられなくなったわけですよ僕ももうその時はもうなんかやりたくなくなっちゃって先生にやめるって言ったんですよ。もう俺もやめるって言った。先生はその時にお前は絶対やめさせんって言われたんですよ誰もいなくなっちゃうもんねうんでも僕もなんかもうあ分かりました、なんか知らないですけど素直に分かりましたって言って、うん、で中学校からずっと続けて、で高校1年生になったら、まあ、だんだん先生がこうちょっとまあ認知症がちょっと発症してきて、うん、結構いいお年だったんだね。もう84歳でもう、その当時84歳で今多分86歳、うん、ずっと言ってたのがもうわしの命もあと16年じゃって、うん、ちょうどだからちょうど100歳まで生きる予定なんです。本人的には先生的にね、そのぐらい元気な先生で、うん、腕立ても全然できるし、84歳で84歳で、ね、僕にその腕相撲今からしようって、
言って、うん、で腕相撲するじゃないですか、うん、で僕、まあ、もちろん勝つんですけど本当に悔しがるんですよ。へ僕と幼稚園の頃から一緒に過ごしてきたんで先生は、だからやっぱ小さい頃はもうスカスカ勝ってたんで僕に、今になって負けたからみたいな、もう本当に悔しがるっていう先生は本当に、あ豊かに負けるようになったんかってまだね子供の感覚がね残ってるんでしょうね。やっぱりもうおじいちゃんみたいな感じで接してくれてたんでずっと、まあそんな先生も今はもうちょっともう認知症が始まっちゃってすごい耳が遠くなって物忘れもひどくなっちゃって、でも先生も週1回にやってたんですけどずっと来ない日とかあったんですよ、僕が行って、先生が要するにレッスン忘れてたって先生がレッスンまあしょうがないよね。原さんはそこで一人で待ってた、はい、ずっと一人でこうやって先生まだかな、そう、しかも冬だったら寒いんですよ、畳ってもう氷の上を歩いてるような、うん、そこで、でも母ちゃんもなんかその時に先生来んねって話しとっても、母ちゃんがやっぱそういう認知症とかそういう方にやっぱり趣味っていうのが本当に大事らしくて、うん、先生は本当に詩吟が大好きで、うん、もう本当にそれが生きがいっていうぐらいの先生だったから、うん、まあ、母ちゃんもあんた辞めずに東京行くまで やりみたいに言われて、うん、僕もそれでやってたんですけど、高校3年生まで、高校3年生までだから先生も本当に僕が先生に詩吟もう東京行くから詩吟できんくなるって言った時に、うん、先生も涙流してくれて泣けてきちゃったいやなんかもうその時になんかわしは今から何を生きがいにして生きればいいんじゃって言ってくれたんですよ。でも結局詩吟が好きというよりも先生のために詩吟をやってた、うん、僕はそうですね、もう詩吟は本当になんとなくやってたって言ったら本当にちょっと、まあ、まあ詩吟やられてる方に失礼なんですけど、うん、本当に先生との詩吟が僕は楽しかったっていう、うん、ただそれだけなので、うん、週 1時間ぐらいやるんですけど、うん、本当に先生と2人でやるのが楽しかった、それだけなんですよ。ただ詩吟はだから好きじゃなかった、好きじゃなかった、好きになったんですけど別にそんなにすごい大好きっていう感じではなかった。まあ、よりは先生のために、まあ先生のためにってちょっと恩着せがましいんですけどね、すごい。でもまあそんな感じだから、もう初段僕持ってるんですけど一応だけ詩吟で、その初段取ってもう大会に出なくなったんですよ、その日から。だからもうただ本当に詩吟やってるのは先生と2人でもうお互い趣味としてやってるような感じで、でも先生に東京行くって言ってそうやって言ってくれて、でもその後にお前がそのわしが、うん、16年間あと生きるけ、うん、その間にテレビ出ろよって出たじゃん今日、出たじゃん、今日ラジオだと勘違いしててラジオ出るんでとかってつぶやいてるからどうしようと思って映るよって言ったそうなんです。だから先生がそのわしが生きる、もう先生は100歳まで生きる予定なんで、わしが生きる16年間の中でテレビ出てくれってでそれがしかも初めてがまた詩吟で出れたっていうよかったね、よかったじゃん、先生高校ですね。そうですね、でも本当にと東京行くって言って、うん、おめでとうって言って、あおめでとうじゃない、行ってこいって言って、最後は行ってこいって言って1万円こう僕のポッケの中入れてくれて、おお頑張ってこいって言ってくれたんですよ。泣けるね先生生きがいじゃーとは言ってくれたんですけど、でまあ結果僕今日出れたじゃないですか、うん、電話したんですさっき先生に、うん、先生に電話して先生って僕今からね詩吟でテレビに出るんよって言ったら、うん、えわしなんて言うかお前聞こえんわ聞こえなかったんだ、耳が遠いっすね、耳が遠いからもう聞こえないわって言われて、うん、先生今からねテレビ出るんよって言ったら、あテレビ出るなんちゃんかって言われて、いや東京のもうちょっともうややこしいこと言ったらめんどくさいから、東京の番組やけテレビ映らんのよって言ったら、もうお前なんて言っとるかわからんわって言われてもうだからもうずっとなんて言っとるかわからんわってずっと言われるから、もう、うん、もうみたいなずっとイライラしてるんですちょっともう足耳が遠くてのーって言われて、最終的にもう先生に大きな声で、外だったんですけど電話しながら、俺に詩吟教えてくれてありがとうって言ったんですよ。だったら、うん、ありがとうって言ってくれ、ありがとうよし分かったじゃあなって言って切られましたいい先生だわ、もうはっきりしてて、でもなんかあれだね、その話を聞いた時に、はい、なんかものすごく感動して、今日もやっぱりなんかちょっとなんかうるってくるものがあるんだけどなんかその
なんだろう、音楽ってその売ってるものだけじゃなくて誰かのために歌うものでもあるんだなっていう、うん、人の心にね、なんかこう寄り添っているものだなっていうのをすごく深く感じて、それでやっぱり出ていただかないとと思って、なんか結構原点じゃないですか、なんか、うん、なるほど、なんかそんな気がしたんですよ、うん、そう考えたことなかったです僕やってる時はやってる方はやっぱ考え、うん、そこまで意識してやるもんじゃないもん、ね、やっぱでもこうやって東京で話してやっぱそう捉えてくれる人がいて、うん、本当にやっててよかったなって思います。資金はいや結構本当、万作さんもその時いたけど、はい、2人で帰ってなんかいい話聞いたねってこれはって言ってなんか、うん、すごいえらく感動して、うん、なんかやっぱり俺たちが兄貴と一緒に作るのね、はい、音楽をやる方々 もうどういうセクションの方、やっぱり仕事もね、あのこういうエンターテインメントだけじゃなくて、うん、誰かのために仕事するとか生きていくって素敵だよね、はい、素敵ですね、うん、それ改めて今日改めてね、うん、あの話聞いて、うん、ちょっとやっぱり目頭が熱くなってるんですよね、落としちゃったりしてないけどちょっと酔っ払ってませんけど、はい、そうですよね。で、そう、まず聞き忘れたことがあって、はい、詩吟って何ですかっていうところをちょっと、詩吟、うん、はあの明治初期に、うん、その、まあ、学校、まあ、ちょっと学校があって、 そういうところで詩を読んでたんですね、うん、生徒が詩を読んでて、うん、その詩を読むのをもっと楽しくしよう、まあ、簡単に言うともっと楽しくしようっていう感じで、その詩の語尾に、まあ、節って何ですか、ふっていうのかな、節、うん、節っていうのかな、節をつけたんですよ、うん、それがその節っていうのが、まあ、例えばその語尾に母音をすごい強調するので、うん、まーみたいな、うん、なんて言ったらあーみたいな、だから詩をなんか、うん、少年みたいな、うん、そういうのが原点なんですよ、うん、それからそのそれが原点で始まって、うん、まあその名前忘れちゃった頑張れ、頑張れ、カンペあるここに、大丈夫、調べる、しばらくお待ちくださいみたいな詩吟の創設、その学校を創設した人がいるんですよ、うん、それって詩吟ってじゃあ明治からなの、明治、あ、その原点がその明治初期なんですよ、その元となったのが明治初期で、で結局その詩って言ったのはいわゆる漢詩のことだよね、そうですね、元々は漢詩、俳句、もうな、詩は何でもいいって言ったらちょっと変なんですけど、長いのは好まれないんですよ詩吟って、うん、短い詩であれば何でもそれを詩をつけて歌えるよっていう、へ、なんかちょっと最近だとエロ詩吟の人がいたからエロ詩吟だからちょっとね、あんまりこう詩吟の人かわいそうみたいな感じがしたんだけど、いやそうですね、でもそうなんですよ、あの人のまあ性って言ったらいけないですけど僕詩吟やってますよ、絶対エロ詩吟やらされるんですよ、いやかわいそう、なんかなんだか今日いけそうな気がするってなんか言ってるんですよねやっぱり言わされちゃうんだ、いやなんかやっぱりみんなそれを求めるっていう詩吟であれば、はい、なんか木村岳風先生っていう人が本格的に詩吟を創設していた方ですね、こちらの方なんですけど、なんか取れるかな、取れない、だからこの方がその創設して、これが明治の、そうですね、明治ですね、明治32年ですね、そうですね、だからこの人が創設してっていう感じで始まって今があるっていう形ですね、詩吟であれば、まあ詩吟というのはそういう感じかな、うん、まあでも奥をたどっていけばもっと深いです、流派もいっぱいあるので、あ、流派とかもあるんですか、あるんです、やっぱ全然違います、へえ、そうなの、節が全然違うとかなの、あ、もうなんていうんだろう、詩の種類も違うし、へえ、歌ってるそのものが違うみたいな、でもなんか節は多分一緒だと思うんです、伸ばし方とか、うん、結構発声、この詩吟ってまあ普通にもう語尾にリズムをつけた歌なんですけど、うん、すごい発声がいいんですよ、発声がよくて下に響かして上に突き抜けるっていうちょっと矛盾してるんですけど、うん、ほんで感覚的にはこの感じですごいいい声が通るっていう言われてる発声法なんですよ、うん、僕そう俳優座に入ってそのボイスの授業してたんですけど、そのボイスの授業してる時に最初気づかなかったんですけど、あ、なんか先生からあなたはセンスで生きてるわねって言われたんですよ、そのボイスが
その神がかってできてるって言われて、へえすごい、センスでできてるって言われて、神がかってるってちょっと思っちゃいました。なんだよいいじゃないか別に。いや今僕思ったんですよ、あこれ俳優座の人見てるんだと思って。別にいいじゃん。いいじゃんいいじゃ ん、 すいません、ちょっとぐらい持っとこうよ。褒めてもらう、恥ずかしい。持ってなんぼだよ。持ってなんぼ。センスで できてるわねって言われたんですよ、うん、先生から、うん、で僕もずっとなんでできてるか分かんなくて、中間の舞台でもあなた良かったわよって言われて、発声は私が教えてることができてたって言われてて、僕ずっと分かんなくて、それがである日詩吟のテキスト読んで、詩吟読んでたら、あ詩吟と一緒だって思ったんですよ。あじゃあ役に立ったんだ、発声法が。詩吟歌ったら発声法がボイスと一緒だと思って、だから幼稚園の頃からやってるから、それがもう体に身についてたっていう。あなるほどね。だからそのボイスができてたっていう、だからそのすごいもういいものを僕はもらってたんだという。よかったね。いや本当に東京来て特技何って言われたら僕詩吟って言えるんです。ぐ、うん、特技ってそう簡単に言えるもんじゃない。まあそうだ、ね、あれね、極めないといけないんで、詩吟って言われるんで、詩吟って何って言われて、そこから興味を持ってくれる人が結構多いんですよ。アピールにつながるという。でもエロ詩吟やらされる。結果的にエロ詩吟やらされるっていう。いやそっか。でも柔道もね。そうですね、うん、柔道もやってて、うん、ねまあ、まあ柔道はね、うん、あのお兄さんがそう金メダル、あちゃうと銀メダリストですね、私の中では金メダルなんですよ、うん、そうですね。自分でちゃんとお兄ちゃんのことも、まあ、兄ちゃんですか、うん、兄ちゃん多分見てないと思うんで、仲いいんですよ兄弟本当に。どうだろう、そういいかな、そうです、うん、監督の映画もそうですよね、一緒に僕見に行ったんですよ。お兄さんもお姉さんもお会いしてます、役者さんと写真ちゃんと、お兄さんがどういう方か、うんちゃんと皆さんお礼言っとかないと。そうですね、うん、兄はその僕の兄はあのリオデジャネイロの今回のオリンピックに100キロ超級で柔道で出て銀メダルを取った人なんですね、僕の兄が。フルネーム原沢久義です。もう苦手なんですね僕って。あのねこれ余談ですけどね、彼ねちょうど今俳優研究生じゃないですか、はい、で急にね、まあ4月から今年の4月からまあ初めて役者を勉強始めて、はい、いきなりね6月かね7月ぐらいに俺に電話してくるんですよ、はいはいはい、6月7月だよ7月か7月7月、ね、兄貴と一緒に、ね、そう一緒にいたんだよ、僕が大阪で映画やってるんですよ、なんだろうってプッてこう出たら、うん、すいませんあのケンジさん俺役者辞めていいっすかって言うんですよ、役者辞めていいっすかって言うんですよ、劇団か劇団俳優座辞めていいですかって、そうなんだよって言ったら、お兄さんがリオ五輪に行くから応援に行きたいと、かわいい応援に行きたいと、で母ちゃんもあの家族もみんなリオに応援行くと、で僕も行きたい、でも行けばいいじゃんって言ったんですよ。そしたらいや劇団がダメだと、なんでって言ったら、ちょうどね彼らが初めての舞台がまあ9月かなんかにあるらしく、稽古中が稽古とぶつかっちゃうわけですよね。なるほど。でまあ電話でバーッと話聞いてたら頭にしちゃって、お前さそれはやっぱアウトだよ。舞台で初めて役もらうやつが稽古にいなかったらやめるしかない、お前その舞台出れないしっていうことでね、僕は随分説得したんです、まあ要は分かると、一緒に行かれるかないかだし、ね、やっぱりお兄ちゃんがそういう舞台に立つわけだから、だけど素直な子だからね、やっぱり悩んじゃって、いやもう僕は本当に役者、まあ、今いろいろ勉強後期に入っていろいろ勉強してるんで分かってきたんですけど、当時はもう何も役者の矢も知らなかったのでなめてたんですよね、本当にいろんなことに対して。なんかもうあいいよじゃあ行けオリンピック行くんならおいやめてやるよみたいな感じのノリだったので、でも本当にでも行かなくてよかったって、中間発表公演終わった後に、あこの公演できてよかったって本当に思いました。まあ、僕が当時言ったのはね、お兄様はお兄さんの人生、君は君の人生、せっかくお金貯めてそんな苦労までしてきてね、初舞台も立たないでやめちゃいますはないだろうと、だから多分悩んだと思いますけどね。すごい悩みましたあの時。まあでも気持ちは分かりますもんね。でも兄弟がやっぱりうちもそうなんですけど、やっぱり兄貴、ね、気持ち悪いよね。まあその親父を下げてね。本当に仲いいんですよ。仲いいですよね。すごい仲いいですよね。でここも仲いいんですよ、だからとっても分かるんですね気持ちは。だけどまあそれはね、それ、兄貴はでもあれだよ、でも20年の東京五輪にちゃんと出るから大丈夫だよ。そうです、私もそう思う、ね、あれはやっぱりしょうがない、ね、そうですね。いやまあでも
でも本当に良かったです。会長に電話して、あの会長じゃねえっつーの、会長に電話ケンジさんに電話して、うん、まあ相談っていうか、まあ言ってもらって、いろいろもう熱い言葉をあの時いただいて、うん、僕もその時にすごい悩んで、まあ結果的にこういう行かないっていう形になったんです、うん、本当にでも、うん、その決断をして良かったなって自分の中で思ってるので、うん、いや良かったと思います、私も。いや本当にやっぱり自分の人生を歩まないと。そう、なんか変な風にとんがってたんですよ、なんですけど、なんかまあね、でもやっとね、あの20歳になりましたから。20歳になりました。そうか、20歳になったんだ。今月20歳になったんだね。今月17になりました。おめでとうございます。おめでとうございます。おめでとう。おめでとう。これからお酒飲めるね。もう飲めます、しっかりと。お、今日じゃあ乾杯できるね。今日できます。やりますか。やりますか。超楽しみ。はい、ということでちょっともうお時間になってしまって、はい、もうまだまだちょっといろいろ聞きたかったこともあったし、監督ともずっと喋ってたかったんですけども、次もう一曲吟じていただいて、一曲とかでいいのかな。一、はい、曲で大丈夫です。一、はい、曲吟じていただいて、はい、次に。わかりました、はい、また最後にちょっとトークをさせていただいて、はい、はい、じゃあ準備の方お願いします。先ほど歌わさせていただいた曲が、競輪争奪へという歌なんですが、それがまあ他郷といって、他の故郷に来て、他の町に来て、苦しいこと辛いこともあるけど、そこには仲間たちがついてくるよっていう歌だったんですけど、次歌う曲は、年はすぐ取ってしまうが、すぐ経ってしまうが、学問はなかなか成熟できるものではない、学問を成熟しようとするならばほんの少しの時間もおろそかにはならないという、ちょっと今の自分には必要なことかもしれないんですけど、今年終わって、来年にまた、来年も時間を大事にしてという思いで行かせていただきます。偶生手記。少年追いやすく、学なりがたし、一寸の恋んカロンズべからず、いまだ冷めず、ちと春草の改善の御用、すでに修正